よし、やるか、やりますかと。ネットでポチりたいです。今日は、サクッとね、サクッと動画です。っていうのも、この間話題になったコラボ、ナイキとボーディのコラボのアイテムをポチったんだけど、この薄さ、見て、見るからにスニーカーではないのよ。あのコラボでみんな見たいのはスニーカーでしょ？私は争奪戦に負けてるので、スニーカーはポチれませんでした。でも代わりに何か記念にポチりたいと思って、ナイキボーディーコラボのアパレルのアイテムをポチったんで、まあみんなが期待してるものじゃないから、サクッと。ボーディーは、ニューヨークのブランドで、すごい昔の布団とかテーブルクロスとかアップサイクルして可愛いデザインに仕上げるっていうことで注目を集めて、今はアップサイクルだけではないんだけど、まあそれでも例えばこのニットキャップみたいな、ちょっとね、懐かしい感じがするでしょ。まあ様々なアイテム、まあレガシー的なものにリスペクトを込めたアイテムを作ってるっていうことで、で今回もナイキとか、ナイキだけじゃないか、スポーツのこと全然俺詳しくないけど、まあアメリカのスポーツの歴史をいろいろ遡って、そこからデザインに落とし込んでったみたいな。で、あのスニーカー、俺がポチれなかったアストログラバーっつうんですか、あれも70年代のなんか名作でなかなか復刻しなかったやつなんですよ。それを今回のボーディのコラボでやっと復刻したっていうことで、まあみんな狙ったんだね、世界中の人が。で、そうだ、ちょっと余談ですけど、そのアストログラバーといえば、俺なんだ、何ヶ月間ちょっと前にコルテッツをポチって、そのコルテッツがコルテッツらしくなくて、もしかして何か元ネタとかあるんですかねなんて言ってたら、コメント欄でアストログラバーに似てないですかねなんて言われて、確かにそうだ、似てると。だったら俺は、まあ、今回アストログラバーボーディーのやつはポチれなかったけど、コルテッツがあるから、まあ全然、まあそりゃそれでいいかとはならないのよ。残念は残念でも、もう残念だけど、もう仕方がないよ。ポチれないものは、ポチれなかったものは仕方がないっていうことで、私がポチれたこれをちょっと開封してみようかね。これはスラムジャムでポチりました。5月1日かな。ボーディの公式ではその前に発売になってたけど、まあ世界的には5月1日に、まあいろんなところで発売になって、いろんなところで争奪戦が起きたっていうやつなんだけど、私もスラムジャムではアストログラバーはポチれずに、ああ負けたと思って、で一応アパレルの方をチェックしたら、こちらまたポチれたのでポチったんですよ。サムネご覧になっているからお分かりだとは思いますけど、はい、こちらブルーのセーター。お、かわいいね。木の実みたいなのがなってる。かわいい。かわいすぎて絶対俺に似合う気がしないんだけど、こんなかわいいのをね、まあ、似合おうが似合うまいが記念ということでポチってみたんですけど、ペローンと、はい、これはね、木の実ではなくてレース、紐がね、かわいらしい紐がついてるんですよね。ボーディーっぽい、ボーディーっぽいよ。これでこそボーディーコラボだと思うんだけど、着こなすのがね、なかなか難しいっていうか、着こなせる人がいるのかっていう話なんですが、色が他に黒とか、なんかクリーム色っぽいやつがあったんだけど、まあ一番その今回のコラボの、俺的にはちょっとキーカラーだったかなと思って、このブルーが。で、これを選びました。ほんと何回も言うようだけど、ごめんね、スポーツのこと全然詳しくないんだけど、多分何かスポーツのあの時代のあれをモチーフにしてるっていうのがあるんでしょうね。ちょっと私には分からない。素材がポリエステルが 57% で、あとはウール、あとちょっとナイロン、ウールもね、30何%ちゃんと使われてるので、スポーツウェアではあるんだろうけど、風合いもなかなかいいですよね。まあ全部可愛か、他のもね、全部可愛かったんだけど、なんでこれ選んだのかなと思って、で、よくよく考えたら、あれなのよ、俺、ボディでずっと欲しくて、ブックマーク入れてたやつがあって、それが、スウェットシャツ、まあ、薄手のスウェットシャツっていうか、プルオーバーですかね。これが可愛いなと思ったんだが、よくよくね、今思えば、ほとんど同じデザインを使ってるんじゃねと思って。で、これはまあ、プルオーバーなんだけど、定価だと多分9万円ぐらいするわけ。それが、あ、そうだ、これ、申し遅れました。お値段がね、スラムジャムで3万4000円くらい。で、それに送料がちょっとかかって、あとは関税はこれから来るんだけど、多分合わせても4万ちょっとだと思うんで、まあ半額だよね。これニットなのにこっちの半額だったっていうことで、お買い得感もあるかな、みたいな。で、パッと見すごい気に入ってはいるんだが、
実際これ着こなせるかどうかっていうとちょっと可愛すぎるよな。おじさんがこんなおっさんが着るには。でもまあ記念なんでね、まあ似合わないと思いますよ。に無理だと思う、似合わないと思うけど一応着てみるか。ほんと似合わなかったらごめんね。つか似合わないんだけど、どう思いますか大丈夫かな。はい、今回はさすがに自信がないんですけど、ここまで来ちゃったんでね、ご覧ください。不快な思いをさせたらほんとすいません。ということで、ナイキとボーディーがコラボしたアパレルのアイテムから、レースの紐がついたレースニット、カラーはブルーで、サイズ M サイズです。 L と悩んだんですが、ボーディーはねオーバーサイズで着るイメージがあんまなかったんで M にしました。ちょっとコンパクトにも見えるけど、袖丈は十分あるんでね、このサイズで正解だった気がします。生地感ですけど、やっぱねしっかり厚めでややもっちりで、もって肩からねこう腕にかけての切り替え部分がね浮き上がってるようになってるっていうか、そのせいで肩が落ちるっていうより丸みが出て、なんつんすかね、筋肉がついた気がするっていうか、やったことねえけどラグビーでもやってみっかなって気分にはならないんですけど、で残念ながらスニーカーはポチれなかったってことで、アストログラバー風味のコルテッツに合わせてみたら、これはこれで、つーかこれで全然バランスが取れてるような、もうねなんかあれだね、見慣れてくると派手な感じも全体的にしなくなってくるし、いや派手は派手だよ、他の人はギョッとするかもしれないけど自分の中ではしっくりしてきました。ってことでもうちょっとやろうかな。まずこれスポーツミックスをやってみてるんですけど、ちょっと昔のマーチンローズのね異素材ドッキングなトラックパンツに、スポーツミックスと言いながらアワーレガシーのウエスタンブーツか、まあちょっとめちゃくちゃかな、まあめちゃくちゃかもしれない、キューティーカオスかもしれない、まさにまあキューティーではないと思うけど、ほんとごめんなさいね、不快な思いをさせてしまったら申し訳ないんですけど、で申し訳ないついでにもう一個だけ、今回のコラボのコンセプトからはもう遠く離れて好き放題なコーデを最後にやって終わりたいと思います。これねもうブランドの世界観がもう全部バラバラなんですけど、かろうじてこの何首に巻いたこのリースクーパーのスカーフ、これがねなんか大喧嘩してもうみんな大怪我しそうなところを、まあまあ仲良くやりましょうよっつってまとめてくれているみたいな、まあそういうコーデなんですけど、まあ何言ってんだか分かんなくなってきたんでこの辺にしますが、要するにこのセーターかなり思ってたより使える予感で、秋が楽しみな期待感でいっぱいでございます。というわけでサクッと記念買いのつもりだったけど意外に気に入っていっぱい活躍しそうなナイキボディのニットの話でした。これもしかしたらまだ検索すればどっかで買えるかもしれない。特にこの色はね、この色はサイズによっては買えるところがあるかもしれません。気になる方は一生懸命検索してみてください。あれ検索してみたらスニーカーがまだそんなにプレネがついてないっていうか、ちょっと値段下がり気味っていうか、これは、これは。